プリンセスロイヤルは、イギリス海軍の巡洋戦艦。ライオン級の2番艦。バローイコールインイコールファーネスのビッカース社で1910年5月2日に、起港。1911年4月29日浸水。1912年11月14日収益。収益後、第一巡洋艦船,船体に編入される。第一巡洋艦船体は1913年1月に、 第一次運用船艦船隊と改名された。第一次運用船隊は1914年2月にブレストを6月にロシアを訪問した。第一次世界大戦中、1914年8月28日のヘリゴラントバイト海戦に参加。9月28日にプリンセスロイヤルはクロマティから出港し、イギリスへ向かう兵員輸送船団と合流した。 10月26日に第一巡洋艦船隊に合流したが、数日後にはドイツ東洋艦隊の捜索に当たる北アフリカカリブ海船隊へ増援として派遣された。11月21日にプリンセスロイヤルはハリファックスに到着し、ニューヨーク市沖に数日泊まった後、東洋艦隊がパナマ運河を使用した場合に備えるためカリブ海へ向かった。 東洋艦隊が12月7日のフォークランド沖海戦で撃破されると、プリンセスロイヤルは12月19日にジャマイカのキングストーンを離れ、イギリスへ向かった。1915年1月24日、ドッカーバンク海戦参加。1916年5月31日、ユトランド沖海戦に参加。22名が戦死し81名が負傷した。 1922年スクラップとして売却され、1926年に解体された。ウォルター・コーワン・は1915年から1917年まで、プリンセス・ロイヤルの官長職を務め、ユトランド沖海戦で指揮を行った。ありがとうございます。